危ない。エイドス変更履歴の訴求を開始。復元時点を確認。復元開始。復元完了。よくやった。一体何が起こったんだ。いっそ全部幻覚だったって言われた方が。でも幻覚じゃない。僕が死にかけたのも、君の足がちぎれたのも、紛れもない事実だ。シバ、達也君のさっきの魔法は何だ。魔法の固有名称は再生。損傷を受ける前のエイドスは最大で24時間遡ってフルコピーし、それを魔法式として現在のエイドスに上書きすることで損傷を受ける前の状態に復元します。人体だろうと機械だろうと、お兄様は一瞬で復元してしまうことが可能です。この特別な魔法のせいでお兄様は他の魔法を自由に使うことができません。でもそれってすごいじゃない。24時間以内に受けた傷ならどんな重傷でもなかったことになるんでしょ。そうだね。その需要は計り知れない。何千何万という人の命を救うことができる。そうよ。それに比べたら他の魔法が使えないなんて些細なことだわ。こんなすごい力をなぜ秘密にしてるの。ありとあらゆる負傷をなかったことにする、そんな魔法が何の代償もなく使えるとお考えですか。エイドスの変更履歴を遡ってフルコピーするためには記録された情報を全て読み取っていく必要があります。そこには当然負傷した者が味わった苦痛も含まれます。しかもそれが一瞬に凝縮されてやってきます。例えば今回イソリ先輩が負傷されてからお兄様が魔法を使われるまでおよそ30秒の時間が経過していました。それに対してお兄様がエイドスの変更履歴を読み出すのにかけられた時間はおよそ0コンマ2秒。この刹那の時間にお兄様の精神はイソリ先輩が味わわれた苦痛を150倍に凝縮して体験されているのです。150倍。お兄様は他人の傷を治すたびにそのような代償を支払っているのですよ。それでもまだ他人のためにそのお力を使うべきだとおっしゃるのですか。